はい、どうもこちゃんです。今回は、シンコロシアム、キツネビのキンゲモンの、3回戦毒球はね、まあ相手が心属性なんでね、俺のいつもの無課金攻略の野心パでいきたいと思います。で、解放はこんな感じ。まあ相手心なんでね、やっぱ野心は地属性強いキャラ多いんでね、まあ野心でいくのがいいんじゃないでしょうか。斬撃も強いけどね、まあいろいろ言うと思いますけど。はい、まあ情報は結構もう出てるんで、わりかしね、まあ細かくは出てないんですけど、だいぶ出てくれてるんで、まあなんとなくこういう風にすれば攻略できるのかなっていうのはもう見えてるんで、なんとかなればいいですけど。まあ肝はやっぱりね、ウジトラ溜まるかどうかなんだよ。やっぱここもう24ターンだっけ、初期もうね、ちょっと重いから、そこがね、止まるかなっていうところなんだ。これ一人食らって大丈夫かな。倒せるからよかった。倒せるなら倒せるみたい。延長効果無効とかにされちゃうと、2人で一気にガッていっちゃう。あ、倒せなかった。まあ、行くところだけ体力あれば。まだ大丈夫っしょ。倒せるか。無理か。行く行く、使ってきた。で、マイター回復500しかないんでね、そこも、っていうところなんだよね。ウジトラ貯めたいならやっぱり、ね、マイター回復1000つけてっていうのが一番いいと思うんですけど。解放ができてません。ワールドとスモーカーが引っ張ってるのかな、これのバージョンの場合は。あ、無課金キャラなんでね、全部解放できるはずなんですけど、まあ俺の育成がせこいからでしょうかね。もうちょっとね、解放頑張りたいんだけど、スキルマンになるとね、満足しちゃうんだよ。はい、でここで麻痺7ターンなんですけど、まあどちらにせよあのピストラは貯めなきゃいけないんで、まあありがたくはないけど、がっつり買っていかないといけない。いや、貯められるかなこれ。前2ターンで8000とかでしょ。前ターン回数で引いても7000とか、結構きついな。うわー、きついな。肉おー、肉きた。また肉、あと6ターン、あと2ターンの時に突破しないとダメなんで、もう先制から初っ端からね使いたいんで、4ターン勝負しなきゃいけないんで、その辺が難しいんですけど。で、好きな肉も回収できる。あ、次で突破してんのか、もう。もう大丈夫だよ。先制あるよね。あるよね、先制。いや、待って、わかんねえから、貯めてこう。どうせダメージ食らわねえから、次の戦いでは。はい、これでもう安心ですね。はい、これでいきます。あー、サバの技スロット取っときゃよかった。だけど、まあいいか、次どうせ。4ターンも余裕あるからね、スロット挑戦。あ、もうそれと最高じゃん。で、毒の分も体力取っとかなきゃいけないんで、3000か。はい、はい、待ちます。これで2ターン、うん、何ターンとかあれ、あ、ビジトラートに2ターン残ってるってことは、今1回しか攻撃してないから、そうだよね。で、2回目いいんだよ。で、ここでサボを打って、ワールド打っちゃうと死んじゃうんで、
月と月と、あえてスモーカーにしよっか。あ、スモーカーも死んじゃう。やばい、ドグラミングしかねえ。うわー、これなんでスモーカーがいいかっていうと、スモーカーだったら、あれ、あれ、言葉が出てこない。スモーカーだったら、その、スロット移動を次に取っとけるんで、次にスロットが取る可能性がでかくなるんですよ。なので、まあ、スモーカーが本当は良かった。てか、アイコンが下になってる。すごくない？アイコンがいっぱいあるからと、ほら、サボの、この、これ、これ下になってる。すごっ。こんなにアイコン出ることあるんだね。まあ、それはさておき、いきます。肉は取らなくてもいいです。あ、そうだ、気温隠しだ。気温隠しやん。やりにく。倒せたかな？これは倒せない。はい。引き打って、このように打って、はい、終了ということで。まあ、サボのフィアンスが残ってる。まあ、そんなの打たなくない。はい、まあ毒調整で体力が減らないようにね、こうやって体力がなくなっちゃうとやばいんで、やばいっていうか、まあ毒で死なないようにっていうところぐらいかな、気をつけるんで。まあその他は気をつけるところ特にないかな。はい、そんな感じでございます。次ね、2回戦やっていきたいと思います。2回戦じゃないよ、4回戦やっていきたいと思います。4回戦の方ですね、クロコダイルになります。ちょっとね、動画撮ってたんだけど、まさかのこのカメラの方が撮れてなくて、なので後付け実況って感じになっちゃいました。うん、撮ってたんだけどね、でクリアしたよっしゃーってなってたのに撮れてないっていう。マジかよということで、はい、後付け実況です。まあ、勝った動画です。もう先に言うと勝っちゃってます。もう前半はね、もうただただひたすら肉回収っていう感じですね。ちょっとごめん、カメラもいつもと違うんで、ちょっとね、音聞き取りづらいかもしれないですけど、ごめんなさい、さらに滑舌が悪いから申し訳ないですけど、この辺はもう肉を取るためだけの行動ですね。で、一応サニー号できたんですけど、例えばモビーリックにしてウソップのところマルコにするとかね、まあいろいろ手はあると思うので、まあ自分のターン貯めやすいやつでいいかな。まあ、なんせ赤犬がね32段なんで、リキッターもついてないんで、まあ、その辺が辛いんだよね。うん、っていうところで、うん、まあ、例えばキザルとか入れてもね、5ターンずつ使っても6回使えないし、5回しか使えないので、6回目がもう36ターン分なんで、うん、で5回しか使えないってなると5ターンしか短縮できないってなると、まあ、やっぱウソップの方がいいし、もしくは、まあ、マルコの方がいいってことになるんで、まあ難しいけどね。で、あとコビーに関しては14ターン発動だけ、初期じゃねえわ、スキルマが。なので2回使っても28ターンなんで、赤犬を貯めるようだったら、まあ、2回使えるはずなんで、まあ、道中使って肉回収するっていうのもまあ一つの手だし、うん、あとはまあ毎ターン回復1000が重要かな。まあ無課金編成なんでね、毎ターン回復1000は無理な話じゃないと思うんでね。ウソップは基本的に溜まったらもうすぐ使える感じになりますね。こんな感じでガンガンウソップ使ってきます。で、スロットも変えれるようなら変えていく感じかな。ただまあ倒しちゃうとね、元も子もないんで、まあ、倒さないぐらいでスロットを変えて肉を出してターンだね。こんな感じかな。まあ、フジトラも結構重いんでね、どの道ターンを貯めなきゃいけないんですけど、あとはまあこれをやるなら、例えば式とかドフラミンゴもスキルレベル1で OK だね。ウソップだけスキルマじゃないとちょっときついかなっていう感じでしょうかね。まあ、それかマルコスキルマじゃなくても、まあ1回しか使えねえか、マルコは。マルコもスキルレベル1で持ってってみたいなパターンでもいいかな。あのスキルレベル1って何なんだっけ、マルコ30とか、30はきついな、さすがに。30は、たまる前に死んじゃいかねないね、マルコ。残るかな、4万3000あったら。いや、ちょっときつい気がするな、マルコは。まあ、マルコ入れるなら、やっぱちょっとスキルレベル下がってないとちょっときついかな。まあ、ドメージ1回しか使わないんで、その1回がちょっときついかもしれないんで。
でこれとウソップ溜まったんですけど、次の回4回でちょっとね強いキャラが5体ぐらい、まあ、モブキャラなんですけど出てくるんで、まあ、そこでウソップの知恵を使いたいんですよ。だからここ溜めちゃってます。でさらに3ターンで8000だったら、まあ、コスパいいかなっていうことでここでも溜めてます。突破しないとね、コスパいいと思うんだよね。3ターンで8000、毎ターン回復で3000回復するんで、まあ実質3ターンで5000なんで、まあでっかいよね、うん、例えば3ターンで8000と2ターンでその8000の3分の2倍だとちょっと違ってくるんだよね。やっぱ毎ターン分があるとね変わってくるんで、意味わかるかな。例えば2ターン2000与えてくるキャラと3ターンで3000与えてくるキャラって全然違うじゃん。あでもまあ2ターンで1000だとちょっと表現悪いな。2ターンで4000と3ターンで6000とかだと2ターンで2000分くらっちゃうよね。で3ターンで6000だと3000分くらうんだよね。なのでまあ貯めたいターンでもいるんだけど、肉もその分変えれるし、スロットもね変えれるし、まあ、実質的なダメージ量は同じなんだけど、うん、まあその話はいいや。まあその話はまあ置いときましょう。はい、ガンガン貯めていって、肉も極力取るような感じなんです。まあこれはもうね、体力マックスなんで関係ないんですけど。はい、でこれでスロットを空にさせます。で初っ端からフジトラを打って、でフジトラ打つと50% 切るとねこっちサザサザしてくるんで、フジトラは3回ぐらいはセーフなのかな。蚊がいる、蚊がいた。あ、蚊っぱれてないかな。はい、で解説して。20% 20% 20% で3回 20% 受けると、80% 最初 80% になって、16% 削って次、64% になって 64% から 20% だから10% ちょっと削るから、まあ、53とか52ぐらいになるんだよね多分。なのでまあ3回までスペルという感じなんで、であとまあここドフラミンゴ、コビー、赤犬、チキ使いで、例えばここであ、ちなみにこれねコビーで肉回収してないんです。中盤で本当はもう一回使い倒せない。なのでまあ実質5000は回復できるはずもので、何をとってあと赤犬がたまんなかった時の話ねは、ここでもう一回攻撃してください。普通にドフラミンゴとか使わずに攻撃する。まあ、そうするとフジトラの 20% がもう一回降り届いてくれるんで、ここで火力足りなかったとしても大丈夫です。実際ね赤いの使っても火力足らないんで、でまあ多分 20% のダメージが結構でかいんで、どうかなと。ちなみにこれ残ります。あのコビー使ってるんで1残なんで、まあ勝てることは勝てます。赤いのがたまんなかったときはしょうがないからね、普通に攻撃して次のターンで 20% 振り注いだ後でドフラミンゴ式で倒せるかどうかっていうことになってくるね。なのでまあ結構ギリギリになっちゃう、赤いのいないと。赤いのいればまあこうやって余裕で倒せるんですけど、うん、まあそんな感じかな。であとは赤いのがねレベル俺60ちょっとぐらいしかないんで、まあレベルを上げれば上げるほどまあ余裕は出てくるし、体力的にもね余裕が出てくるんでターンダメもしやすいしっていうところがすごい重要になってくるかなと思うので、まあ育成はもちろんのことね、スキルに関してはそうでもないか、まあ育成かな、育成をガンガンやってもらえればと思います。ということで、以上ね、3回戦と4回戦の攻略でございました。おしゃれます。